入れよ牛を。こいつが荒滝派の隠れ構成員牛尾だ。おう、牛尾が挨拶してるみてえだぜ。お前らこいつのことは牛尾か牛兄貴って呼んでやってくれ。牛尾は道を探すのが得意なんだ。こいつに案内してもらえば一発だぜ。隠れ構成員なんていたのね。私には頼りなさそうに見えるんだが。さあどうでしょうね。行け牛尾、俺たちのために道を切り開け。